織田信長の文化的側面インントロダクション織田信長は戦国時代の日本において最も有名な武将の一人ですしかし彼は単に戦国時代の武将であるだけでなく芸術や文化にも強い興味を持っていました織田信長の文化的側面について掘り下げるとさらに次のようなことが明らかになります織田信長の文化的趣味信長は茶道能楽 狂言、歯科など多くの文化的趣味を持っておりこれらに非常に熱心に取り組んでいました特に茶道においては茶の湯をたしなむことが好きで茶器や茶室の設計にも興味を持っていたことが伝えられています茶道以外にも能楽の上演をよく行い自らも舞台に立ったことがあるとされています 信長が文化的な活動に熱心であったことは、彼が武人としてだけでなく、知識人としても尊敬される理由の一つとなっています。織田信長と美術信長は美術品のコレクターでもあり、茶室や書斎に美術品を飾ることが好きでした。また、自身でも書画を描いたほか、美術家である加納英徳や尾形光琳を保護し、彼らに作品を依頼することもありました。 美術品を所有することで自身の権威と富を示すことができたほか美術品を通じて外交政策にも影響を与えることができたとされています織田信長の文化的遺産信長が文化的に残した遺産には茶室や庭園建築物書画文学作品などがあります茶室や庭園については信長自身が建設を指示し 茶道を広めめるたたに尽力したとされていま,すまた信長は独自の建築様式を開発し多くの城や寺院を建てました書画については信長自身が描いた作品のほか高く評価される美術家たちによる作品も多数あります彼の文学作品には「信長後期」や「信長期」などがありこれらは現在でも多くの人々に読まれています 織田信長の文化的影響力信長が愛した芸術文化は現代においても多くの人々に愛され尊重されています信長が保護した美術家である加納英徳や緒方光琳の作品は日本の美術史に大きな足跡を残しています信長が文化的な活動に熱心であったことは彼が多岐にわたる分野で多大な影響力を持つことができた理由の一つでありますまた 信長の文化的遺産は現代においても多くの人々に愛され尊重されています結論織田信長は武人としてだけでなく文化人としても優れた人物であったといえます彼が文化的な活動に熱心であったことは彼が多岐にわたる分野で多大な影響力を持つことができた理由の一つです信長の文化的遺産は現代においても多くの人々に愛され 尊重されていますまた彼が愛した芸術文化は現代においても多くの人々に愛され尊重されていることが分かります今日の動画はここまで最後まで見てくれてありがとうございましたこのチャンネルでは日本のサムライに関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね